ドイツ空軍のトランズ RC-162、に搭載されているロールスロイスタイン RB-109、タインは、1950年代中期から後期にかけて、ロールスロイスにより開発された二軸式、ターボプロップエンジン。1955年4月に初運転され、第1回のテスト飛行は1956年に、アブロ・リンカーンの機種を改造して行われた。タインは、 ガスタービンエンジンをイングランドの河川から名付けるロールス・ロイスの伝統に従いタイン側に由来するものである。タインはビッカース・バンガード向けに設計され、試作機は1959年1月20日に4発で初飛行した。初期のタインマーク506は4985、エシュップを発揮した。1959年中期から量産が開始され、 英国欧州航空とトランスカナダ航空向けの43機のバンガードに搭載された。後にタインは出力を増し、ブレゲーアトランティック、カナディア CL-44、C-160 トランザールにも採用された。タインの単弾高圧タービンは9段の高圧圧縮機を駆動し、3段の低圧タービンは六段の低圧圧縮機を駆動し減速機を通してプロペラを駆動する。 燃焼室は、カニュラ型である。タインマーク515は、気温16.8度の国際標準大気で 5730SHP の出力を持っていた。1956年ファーンボロにて、4機のマーリンエンジンを停止させ機種のタインのみで、飛行デモンストレーション中のアブロリンカーン海洋型は、タイン RM1A、RM1C、RM3C として運用されている。 イギリス空軍博物館コスフォード館に展示されている一般的特性構成要素性能ありがとうございます。